植吉。今回は事前に僕が職員さんに6つの質問をしてきたよ。早速紹介していくね。この仕事を始めた理由やきっかけは何ですか？大学2年生の時の保育実習で自閉症の子供に出会い、関わったことがきっかけです。仕事をしていて嬉しい、楽しい瞬間は何ですか？利用者さんが長年できなかったことができるようになったり、目標に近づいた際に一緒に嬉しい、楽しいを共感できる時です。仕事を始める前と後で障害への見方や心構えが変わったことはありますか？障害は特性であること、障害者は健常者と比べて少しだけその特性の程度が大きいだけという認識になりました。またできないことに目を向けるのではなく、どうしたらできるようになるかを考えるようになりました。障害福祉の仕事でのやりがいは何ですか？言葉のやり取りを重ねていくうち、自分だけに見せる一面が出てきます。独自の関係性に楽しみを覚えることも、うまくいかず悩むことも自分だけのやりがいと思います。どういう人にこの仕事をしてほしい、または向いていると思いますか？この仕事は当事者の話を引き出すことが大事だと思っています。ですので聞き上手な方は向いていると思います。また今まで障害のある方や福祉と関わったことがない人、もしくは勉強したことがない人にも積極的に働いてほしいです。この仕事は自分に合っていると思いますか？自分に合っていると思います。自分のためでなく誰かのためにと思うことで頑張れる、また利用者といろいろなことを話す中で人と関わる大切さを感じることができるからです。以上、職員さんのお話でした。あ、おじい、今回もいい経験になったかの？うん、障害福祉の仕事に対していろんな考えがあって、どれもためになる話だった。今までたくさんの知識を得てきたけど、最初の頃より少しは成長できたかな。その四つ葉が成長した一番の証だよ。植吉はこれからももっと成長できるじゃろう。今回も知識の続きがあるぞ。おじい、花が咲いたよ。なんと、ここまでよく成長したの。僕がここまで育ったように、みんなも成長できたかな。今までの話を聞いて少しでも障害福祉の仕事に興味を持ってくれたら嬉しいな。